店舗の例株式会社ジョイマートは、マルヤ、山口スーパー、アタック、ベリーフーズ終わりや、フジマートなどのブランドで、スーパーマーケットチェーンを運営する、全商ホールディングスの子会社である。旧社名は株式会社マルヤ。本校では、ジョイマートの一ブランドであるマルヤについても記述する。日本の高度経済成長期に、埼玉県、千葉県が、東京のベッドタウンとして、 宅地開発され、それにより、人口が急増した地域に、丸屋も店舗展開することで成長を続けた。平成に入ってからは、茨城県、栃木県にも進出するようになり、東京証券取引所に部上場を果たすなど、会社の急成長は著しいものがあった。2003年、食品スーパーマーケット事業とは別に、外食産業事業に参入し、和食ファーストフード、味、 豊かを回転させる。2005年には株式会社グランベールを設立し、コンビニエンスストア事業に参入。ダウンタウン99という名称の生鮮コンビニを出店して東京都内への事業進出を図ったが、ショップ99と店舗名称をめぐって提訴され、グランベール側が店舗名称をダウンタウンに変更することにより和解した。その後、 コンビニエンスストア事業の経営は不調が続き、グランベールを生産した上で、マルヤの事業部の一部として置かれたが、グランベールの会社生産が、マルヤ全体の経営に足を引っ張ることとなり、コンビニ事業は失敗に終わった。2007年2月期の決算作業中に、監査法人から商品仕入れ取引や期末商品在庫残高について、 不適切な会計処理があると指摘された。この件により、優価証券報告書の提出遅延が発生したため、2007年5月に東京証券取引所の管理ポストに割り当てられる。この件をもって創業者一族が、経営陣から一線を退き添き、1976年入社の折原明が代表取締役に昇格して、経営不振が続く丸屋の再建を図ることとなった。 パート社員の比率を高めた人件費削減、仕入れ見直しによる廃棄ロス削減、不採算店舗の閉鎖などのリストラ策を進めたが、既存店の落ち込みが非常に深刻なために抜本的な経営安定化には至らなかった。2007年12月、リサパートナーズが運営するファンドと埼玉リソナ銀行を引き受け先とする第三者割当て増資を行うことを発表した。 資金面による支援のほかに外部から役員の派遣を受け入れることも発表しており、これらの役員により運営の指導や改善が行われたが、経営不振は継続した。2012年10月3日、全商ホールディングスが株式公開買付による子会社化を発表。同年11月8日に78.67%の株式を取得し、 当社は、全商ホールディングスの子会社となった。2013年10月2日には、代表取締役が、折原明から、全商ホールディングスが派遣した、犬井正樹に交代している。さらに2013年12月20日、全商ホールディングスは、株式交換により、中間持ち株会社日本リテールホールディングスを開始、完全子会社とすることを発表した。 2021年3月31日付で、マルヤを、存続会社として、全商グループであるマルエオアリア、フレッシュコーポレーション、アタックの4社を、吸収合併したと同時に、称号を株式会社ジョイマートへ変更した。マルヤは、ジョイマートの一ブランドとして存続する。母体であるマルヤは、埼玉県春日部市の埼玉東部市場内に本社と、配送センターを置き、 埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県に店舗を展開している。埼玉県では、東武伊勢崎線、東武日光線、東武野田線沿線の住宅地に多く出店しており、千葉県では、東葛飾地域を中心に出店している。九州合併された丸栄、終わりや、フレッシュコーポレーション、アタックの店舗も含めれば、ジョイマートが出店している地域は、東京都、埼玉県、 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の関東地方1都5県に及ぶ、マルヤに関するカテゴリー、ありがとうございます。